んにちは、大家さん専門税理士の渡辺浩二です。で今日はですね、引き続き、名古屋、ね、支店に、お邪魔して森先生と一緒に対談しております、はい、お願いします。よろしくお願いいたします。ちょっと改めて自己紹介ですかね。はい、名古屋支店を担当させていただきます、税理士の森博忠と申します。よろしくお願いいたします。前回ですね、ちょっとこの税務調査という話をしてですね、最近このお尋ねっていう形で文書紹介で調査されること多いですよっていうふうにお話ししまして、これやっぱり東京がやっぱメインなので、うん、はい、名古屋どうなのかなっていうふうに聞きましてですね、はいはい、どうですかね、最近のこの調査という。そうですね、コロナの関係もあって実際大家さんに調査っていうのは少なくなってます。ただ名古屋ってちょっと独特でして、結構貯金好きなんですね、皆さん。でその中にはもう勢い余って海外にも貯金作っちゃうような方が見えまして、そういった方がバレちゃってあの海外からの情報が来ちゃって。海外預金ですか？海外のね、預金ですね、定期預金であったり、はい、そういったものですね、はいはい、で調査を受けるみたいなことがこのほどありました。そういうのっていうのは普通日本の銀行を通じて海外預金、定期預金みたいなするのか、はい、それも本当にもう直でなんか海外の口座みたいな開いてみたいな、はい、どっちなんですか？はい、これはいろいろあるんですが、もう日本人が口座を作るってなかなか海外では難しいんですね。ですので、あの業者さんに頼んで口座を、この場合、今回の場合は定期預金だったんですけど、定期預金の口座を作ってもらって1年間で何パーセントの利息がもらえるみたいな調査を受けましたね。なんか特別なルートみたいなのですかね。そうです、口座を開設してくれる業者さんがいるわけですね。そういうことです。なるほど。ちなみに金利ってどれぐらいつくんですか？金利ですね、こうつきましたね。どれくらいつくんですか？そうですね、日本の利率の倍以上ですね。5倍以上。だから日本の金利なんだってもう 0.1 じゃないですか。そうですね、そうですね。5倍で済みますか？そうですね。まあ、うん、まあ、まあ、ご想像に。そうですね。と思います。はい。1以上ですよね。もちろんですよね。そうですよね。全然。はい。だからもう10倍、まあ、10倍以上とですね。なるほど。いや、まあ、0. 何パー、そんなに多くはないんですよ。なるほど。はい、はい。で、そういうのが、そもそも、日本のその金利っていうのは、申告しなくてもいいじゃないですか。そうですね。これ、利子所得といって、うん、分離ですよね。そうですね。はい。分離で、源泉徴収。源泉徴収ありなので、はい、もう、いらない、申告自体いらない。全くいらないです。海外だとどうなんですか？海外だと、日本の確定申告、個人の方だったので、個人の確定申告の利子所得に含まれております。例えば100万円の利子所得だよっていうふうだったら、まあ、海外の利子だったよって言ったら、100万円利子所得に書いていった。で、その後、海外に引かれた税金があるんですね。源泉徴収といって、引かれた、天引かれた海外税を引いて、残った金額を総合課税に含めて申告するという流れになりました。うんうんうん、そうですね。なぜあそこの、ね、確定申告書に利子所得であるのかって話ですよね。そうです、はい。あれはやっぱ海外ですね。まあそうですよね。日本のやつは関係ないですもんね。僕らのところね。そうなって言われる、ね、はい。基本的にはだからもう海外のところの利子を入れるんだよっていうところになりますので、まあそれだけじゃないですけどね。それだけじゃないんですけども、まあ主に使うのはそんな感じで、はい、っていうふうに思ってもらった方がいいんじゃないかなと思います、ね。そうですね。はい。で、やっぱり最近、私ものお客さんもそうなんですけど、海外取引の調査、うんうん、多いですよね。そうですね、うん、ものすごいですよね。そうですね、まあ、そこら辺はやっぱりこう税務署としても注目しているというか、そうですね、徹底的になんか調べてる感もありますよね。そうですね、税務署側も大変だとは思うんですけれど、情報が来て確実に納税が取れるって分かってたら見逃すことはないので、やっぱり調査されてしまうかなというふうに思いますね、うん、ですので、まあ、遡ってでも税金払うことになりますので、お持ちの方は海外に預金であったり不動産であったりは、お持ちの方は日本でも合算して日本国内と海外の収入も合わせて申告する必要があるんだよ。でそこから海外の税金は引いてもらえるけれど、結局は総合課税でかけられるんだよというふうに思っていただければ結構です。特に海外取引ですね。そうですね。もう分かってますからね。そうです。情報を通じてますもんね。そうなんです。税務庁当局上同士でもう決まってるんです。
例えばアメリカの税務当局、ドイツの税務当局と、もう情報を交換しようっていう租税条約みたいな協定ができてまして、それからもう情報が来るようになってます。皆さん、お気をつけていただきたいと思います。結構その海外取引をきっかけに本格的なもう調査っていうところに結びつくケースって結構多いですからね。そうですね、はい、もう資産全体を見ていかれたり、あとは相続もそうですね、そういったものは非常に把握がしにくいもんですが、バレないかなみたいなことを思って見えても、ちゃんと税務当局同士で情報をやり取りしてますので、しっかりそれは見せていただいて、税理士の方にも報告していただいて、しっかりした納税をしていただきたいなというふうに思います。はい、ということでありがとうございました。ありがとうございます。